はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いいたします。今日下着下の名前で行くんですね。そうですね、はい、美咲さんです。よろしくお願いします。お願いします。ですね、今日はまたターバンアレンジでちょっとやってみたんですけど、前ちょっとリクエストいただいてて、前髪をなくしてくださいっていうのを言われてたんですけど、すいません、前髪をがっつりまた出してしまいました。すいません。でもこの前髪ないバージョンはもう前髪上に入れてしまえば一緒なんで、それでちょっとやってもらえたらと思います。はい、ちょっと後ろ向いてもらって、で今回はハーフアップで、なんていうんですかね、普通にこう髪の毛の上にターバンを置いて、でそのままサイドの髪の毛をターバンの中に入れ込むだけのアレンジなんですけど、結構まあシンプルでピンもゴムも使わずに、簡単にできる、ターバンだけでできるアレンジになってます。結構まあ今からの季節、サイドの髪の毛とか邪魔かなと思うんですけど、これをやることによってこう前から見た時にすっきり見えるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあ始めていきます。まず N ドットのオイルをつけていきます。乾燥しているところにしっかりとつけていきます。で次に顔周りのくれ毛を下ろしていきます。だいたいこの肌が少し出るぐらいの感じで、顔周りの部分とあとこの辺のこめかみのすぐ横ですねの2箇所を下ろしていきます。じゃあ次にターバンをしていきます。まず上から挟んで、ボンのくぼのところでしっかりと引っ掛けるようにつけてください。で片一方のサイドだけちょっとずれるとダメなので、ダッカールで髪の毛とターバンを留めておきます。で次にサイドの遅れ毛の部分以外の髪の毛を少しずつ毛束を取ってターバンの中に入れていきます。でこの時にここがずれないように意識しながら、ターバンを押さえながら入れてください。徐々にサイドから後ろの髪の毛をターバンの中にしまい込んでいきます。だいたい3箇所ぐらい、1,2,3 の3箇所今入れ込みました。で反対側もちょっと外れないようにターバンとダッカールを留めて、こちら側を入れていきます。サイドの髪の毛を少し取ってターバンの中に入れていきます。耳後ろの部分も同様に中に入れていきます。その後ろも中に入れていきます。でこちら側のダッカールも外して、でここの巻きつけた髪の毛も少しこう広げていきます。あんまりこう広げすぎるとちょっと崩れやすくなるので、少し広げるぐらいで大丈夫かなと思います。次はここのトップの部分をボリューム出していきます。ターバンの部分をグッと下に押さえながら毛束を少しだけ出します。だいたい3ミリ束ぐらいの束感を少し出して、バランスを整えていきます。もう形は横から見た時に少し丸みが出るぐらいで OK です。で顔周りのくれ毛をコテで巻いていきます。もう2つ束取っちゃって、
外巻きに中間から巻いていきます。反対側も同様に。はい、こんな感じで仕上がりました。サイドの髪の毛と耳後ろの髪の毛をターバンの中に入れ込んでまとめた感じのアレンジになってますので、まあお好みで毛先をコテで巻いてもらったりして、可愛さアップしてもらったらこの季節に結構ぴったりだと思いますので、よかったら参考にしてみてください。